双子座流星群は双子座アルファ星付近を放射点として出現する流星群である。双子座アルファ流星群とも呼ばれる。12月5日頃から12月20日頃にかけて出現し、12月14日前後に極大を迎える。四分岐座流星群、ペルセウス座流星群と並んで年間三大流星群の一つ。双子座流星群の母天体は長らく謎だった。 1983年に NASA が打ち上げた赤外線天文衛星 IRAS によって双子座流星群に酷似した軌道を持つ小惑星ファイトンが発見され現在ではこれが母天体とされている。ファイトンはかつては彗星だったがガスや塵などの気発成分を放出し尽くしてしまった天体で以前に放出した塵が 地球の軌道と交差する軌道をめぐっており双子座流星群となっているとされる。ファエトンが太陽の周囲を公転する周期はわずか1.43年であり、現在知られている中で最も周期が短い円結彗星の半分以下である。また、ファエトンはかなり歪んだ楕円軌道を持ち、太陽に最も近づいた時は彗星の軌道よりもはるかに内側に入り込む。 このため、頻繁に強い太陽光を受け、揮発成分がなくなったと推測されている。明らかに活動している流星群で、母天体が小惑星であると分かっているのは、2005年現在、双子座流星群だけである。双子座流星群は、毎年1時間あたり20個から30個の出現を見せる。条件が良い時は、1時間に50個から60個。 出現することもある。他の流星群よりも当たり外れは小さく、堅実な活動を見せる。流星群の活動度が高いこと、放射点が日没頃からほぼ一晩中地平線の上に出ていること、夜が一年のうちで最も長い時期に当たること、大気の透明度も良い時期であることから、一晩のうちに見られる流星の数が最も多いとされる。極大はあまり鋭くなく、 出現は12月10日頃から顕著になり、極大の前後1日から2日程度は、極大と同程度の流星が見られる。一方で、それが過ぎると急激に減少するのも特徴である。双子座流星群の流星は、流れる速度が速くもなく遅くもなく、明るい下球なども多くなく、流星根もあまり残らない、比較的地味なものだった。これは、大地速度が、 秒速 35km と流星群の中では平均的であることなどによる。しかし近年満月球の明るい下球や流星群が観測されることもあり活動的な側面もある。双子座流星群が初めて観測されたのは1862年である。その頃は1時間に十0個程度しか見られなかったがその後徐々に出現数が増加し今日のような規模となった。 以前は2100年頃にはファイトンの軌道が他の惑星、特に木星の重力によって変化するため地球の軌道と交わらなくなり流星群の出現が見られなくなると言われていた。しかし、これは最近の研究で否定されている。ありがとうございます。